日本東京都港区西新橋西新橋は東京都港区の地名。住居表示実施済み区域であり、現行行政町名は西新橋1丁目から3丁目。芝地区総合支所管内に属する地域の一つである。郵便番号は105-0003。町域の大半はオフィスビルが立ち並ぶビジネス街となっており、会社員向けの飲食店なども集まっている。 西新橋は1965年の住居表示実施の際に従前の芝田村町を中心とする区域に新しく命名された町名である。町名を決定する際に港区は田村町とせず新橋の西側に位置することから西新橋と命名した。現在の西新橋の一帯は関東大震災以前には桜田を干渉する多くの町があった。 関東大震災後の復興のための大規模な町名整理が行われ、桜田地区の数多くの町はその名前を変え新たに田村町となった。1965年に実施された住居表示により、田村町一帯は新たに西新橋の町名が付けられた。歌川広重震災復興期の桜田地区住居、表示実施前後2019年8月1日。 現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日新橋スクエア南桜公園内幸町駅。ありがとうございます。